はいいやもう本当に美味しかったですあのまず麺がチュルンチュルンで <laughs> あとはもうもっちもちでうわ美味しいってその喉どこちがよくってそしてスープにめちゃくちゃ合うんでスープも醤油なんですけどすっごく濃厚でやっぱ豚骨醤油ならではの濃厚さがこうあってもう感動する美味しさでした本当にぜひ皆さん一度手に取って食べていただきたいと思います うちの家の過ごしやすさですかね。うん。<laughs> 具体的に <laughs> あの、具体的に言うと、あの、もう私は本当に家でダラダラするのがもう大好きで、で、おうちにいるのが本当に好きなんですよ。もう 夜7時18、本当は18時までにはお家に帰っていたいっていうぐらい、本当にお家に帰っていたくてで、で、その上で、こう、お家をいかに過ごしや、過ごしやすくするかにすごく考えていて、スマホの充電コードとかももうどこの隙間からでも出せるようにしてあって、便利。うち今すごく過ごしやすいです。はい。これはもう、やっと30を超えてたどり着いた家具の紙レイアウトです。 もう髪の毛から花が出てるような人かなこうさらーして鼻が飛んででるみたいな人です今日この CM を撮らせていただいていたんですけどでその女神が出てきて食べてたんですけど私がやっぱみんな海苔が好き味玉とかチャーシューとかやっぱ王道行くかなと思いきやみんなでも海苔って大事だよねって言っててこう。 なんでしょうねそういうトッピングの中でもきっとメインじゃないんですけどでもこれがないとダメっていうのはのりだなって思いましたはいインスタント麺を超える存在の別格な袋麺である女神なんですけど私撮影中にもう撮影っていうことを忘れて何杯も食べてしまったしもうスープも止まらなくてもうとにかく夢中になって食べてしまいましたそんな夢中になってしまう女神をぜひ皆さんにも味わって もらいたいたたと思っって作 CM でですので皆さん見てくださいそしてうわ今日は女神が食べたいって思いながらスーパーに寄ってください。